間デートで失敗する男の特徴3選、デートの下準備ができていない、静かなカフェやレストランで話に集中できる環境を作りましょう。次、マナーとおしゃれができていない。店員に対してのマナーが悪い人いっぱいいます。男の方でね、自分の話しかしないとか、まあ、おしゃれじゃない、もうこれ論外ですね。異性としての立ち位置を築けていない。前の彼氏の話をあえてして、なんで付き合ったかの加点ボタンと、なんで別れたの減点ボタンを把握。そして彼氏の彼女の理想に近い像を描いて、そこに対して努力していく自分を見せていく。そして最後はですね、じゃあそんな〇〇ちゃんの彼氏候補に立候補したいですって言ってみてください。